はい、ユッキーです。その後の経過でございますね。はい。こちら、クヌギ伝説に、入れました。3匹の、幼虫ね。カブトムシの幼虫の経過です。それではね、開けていきたいと思います。死んでたらやばいな。どうしよう。死んでたらどうしよう。全員生存してくれてると。助かるんだが、かかっ、あれ？あれ？これはまさか。まさか。悪名高き。あれ？え？ちょ？え、本当にね。うっそー！死んでやがる。バカな。死んでやがるというか、後方もない。あ、いた！いた！あれ？あ、いた！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 生きてた。跡形もなくなってたかと思った。ちゃんと生きておりました。ああ、よかった。まあ、あんまり成長はしてないですけどね。まあ、10日間ね。10日後ですから。まだちゃんと生きてますよ。飯食ってんのかな？食ってるかどうか、ちょっとわかんないですけどね。多分食ってるんでしょ。おそらく。うん。ああ、よかった、生きてた。全然見えなかった。それでは2匹目、開封。お、いた！いましたね、早速。こいつも元気か。うん。とりあえず、死にはしないみたいです。うん。二例幼虫になってからのクヌギ伝説は一応ね、まあ、伝説ということでまだ十分死んでおりません。そして最後の三匹目どうでしょう。まあ、このパターンから言ったら生きてるんです。あ、いました、いました。生きております。生きております。こちら。ね。三匹ともしっかり生きてますね。よかった、よかった。うん。ということで、今回の実験としては、とりあえず生きるということが分かりましたので、うん。まあ、湿り気も十分だな。ということでね、今度は大きいね、方に入れていきます。ケースをね、変えます。この 250cc のプリンカップだとちょっとちっちゃいんで、今度はね、このパン屋さんの4リッターぐらいの、ここに入れておきたいと思います。ね、とりあえずね、3匹生存ということで確認しましたんで、ああ、よかった。まあ、多分、あれですよね。一例の、書類では、ちょっと、怪しい。クヌギ伝説はおそらく書類には向いてないんだけど、二例と三例には、
ているんではないでしょうか。ね。まあ、しっかり生きてますからね。ようございました。ということで、また、今度は1ヶ月後ぐらいかな、にね、経過を見たいと思います。それではご視聴ありがとうございました。